4枚目のリャンピン、石橋さんは缶を従うタイプでしたっけ、はい、この状況はさすがにしないですね上がれば OK ですからね、はい、あ、さあ村上天杯です。元気なリーチの声、リャンウーマンさん総待です。どうですかどうですか、リャンマンいますね。リャンマン3枚いる。ウーマンもウーマン1枚いる、うん、いますね。三蔵も1枚、三蔵も1枚いる。いやこれ白鳥押したい、押したい、勝負手すぎる、勝負手すぎる。いや押したいけど点数状況的に全然押せないですね。はい、小林はもう点数状況的に余裕で押せる、うん、でも一発もね、リャンゾ行ったぐらいなんで、はい、全部いきますね。全く通ってない牌をしれっと押しました、はい。まあ、村上に上がってもらってもね、小林としては問題ないんで、はい、はい、まあ、補充したらもったいないけど、安全牌もそこまであるわけじゃないですもんね。うん、そうですね。まあ今ね、そっか、数ピン通ってチーピン筋になったのかな。そうですね、はい、チーピンはだいぶ通りそうですね、うん、だこの後ちょっと安全に行くとなるとチーピン切りがあるかもしれない。さあ白鳥追いつけるか、ここに来て急ブレーキ、9万割り1の現物です。数万中筋、これはもちろん押していく。さあ村上、押してくる小林をじっと見ている。相当後継理事に見えますねこれね。見えますね、うん、ドラマ先切って、うん、自慢とちょっと入ってますからね、はい、あっとこれは出ない、これは小林の当たり牌が山に1枚になりました。枚数は圧倒的村上です。リャンマン3、ウーマン1、3層1残ってます。あ、村上どうにか浮上のきっかけが欲しい。これを上がると2番手までは見えるようになるぞ。うわーって言ってもパス当たり、そうなんですよね、トン残してたらね、パスを切りますよね。そうですね、パス当たりですね、そう、チートイツコースだとアンコは使えないですから。あ、ポンテンだ。さあここで白鳥参戦です。サブロー総待ちの天杯、ただこれは薄いぞ。3層とロス1枚ずつしか山に残ってないです。あ、でも2枚いるのか。いや枚数的には怖い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 、そこまではしない、トイトイコースはしなかった。打点を上げていくよりも今はサブロー層の上がりやすさで取ったか。あれ、これウソポンすると羽マンじゃないですか。んポンイズトイトイ赤高め羽マンですね。そうですね、はい、これしなかったですね。しなかったです。ロー層切り嫌だったのかな。ロー層確かにね、けどウソのワンチャンスなんですね。サブローソーワンチャンスで6球ソーもワンチャンスか。そうだ、はリャンマン、リャンマン、リャンマン、うわリャンマン、リャンマン止めた、リャンマンやめた、リャンマン止めた、リャンマン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 、このリャンマンは、え、ちょっと小林さんここもやめちゃうの。これやめたらすごくないですか。ここだけやめるあります、やめないか。さあリャンマンが立て続けにいました。裏戻った、リーチ単位を赤赤裏、こちら1枚乗りましたが打点変わらず8000点。さあ村上が小林から8000点で上がりまして、これで村上が3番手に浮上。小林は素点ちょっと失いましたが、まだ盤石のトップ目です。さあ村上なんとかね、あ、ここで小林が前に出ることが確認されました。難をポン、ん、いや欲張ってないですね。欲張ってない、何本、これ本一見てますよね。9ピン残したのが横に伸ばしたいから本一を見てるってことですか。っていうこと、あの自然にね目いっぱいに打てるんですよね、うん、次小林移りますけど、はい、さあその間に白鳥ペンチーピン入って、いいシャンテンですね。これでランピンは切る、うん、あのパーピンチーピン引いたら目いっぱいっていう打ち方をすると思うんですよね、うん、あれちょっとこれハネマン見えますよ。見えますね。リーズもドラさん、リーズもドラさん裏でもいいし、3、4、5、3色とかもちょっと、うん、まあね成就するかわからないんですけども、いろんなルートがあります。これ、赤もありますしね、はい、あるぞ。この表情は何なんだこれはね、上がらないと。これは上がらない。あ、
ただ白鳥はね、白鳥は関連品三切れはそもそも厳しいし、うん、リーチ棒一番出したくない人ですよね。もうね、まあ、3品から切っちゃう、3品から切りましたね、3品から上引くはもう見なかった、うん、そして小林が赤ウーピン含みで仕掛けていきます。まあ、これで2900点のイーシャン点。ここです、ほんとここ、うん、目いっぱい本日は狙わなかったですね。白、はい、を引いてどうするか、打点が全然違いますからね、はい、2900と12000円ですからね、うん、さあ白鳥天杯ウーソーローソー、ここは闇点です、うん、これでもリーチいかないですね。はい、リーチ棒はそこまで出したくない状況ということです。きた、きた、ゴリージ、はい、最後リーチ決めに行きましょう。リーチドラさん観浪マン、誰も持ってないですよ。決めてましたね、山に4枚だこれ。いやー、観浪マンでいきましたね。ただ白鳥も積もれば上がれる、積もりにいってるから。3層は筋か、ローソンの筋だ、うん、村上ね、あの積もりにいってるからあのカンパーマンしなかったですね、うんうんうん、見た目枚数とかもあり、これ一発なら無条件、一発はなし。いやでも山4の選択、これは期待が持てます。瀬戸熊としてはもう親上がってってなりますね。そうですね、これは親上がってもう一局を願う短歌。うわー、何にも行きたくない。きつい、直撃はもうダメでしょうということですね、白鳥目線。いや、状況的に行く状況じゃないんですよ、はい、もう漫画積まれても大丈夫だから。そう、直撃だけはね、ダメなの。直撃条件はさすがに満たされてる。チューンは場に出てないです。小林も1枚持ってるのか、これね、実際瀬戸熊に統一です。5200までは打てるんですけどね、うん、瀬戸熊もね、国士っぽいところだから。はい、チーソー、これは3つ切れるチーソー、そして小林が来るぞ、サブローピン待ち。あ、これ小林もう全部いきますね。さあどうなる、サブローピンの小林対観浪マン、観浪マン、観浪マンまだ山にいる、観浪マン山4のままです。サブロピンは、サブロピンも4枚だ、いますね、はい、4対4です。3ピンしか使われてない手配 でローピンはね、瀬戸熊が1枚切ってる、仕掛けに1枚か、はい。サグ、おー、はい、止まった。さあリーチツモドラさんからの、はい、運命の裏ドラ、順位点かかってる、1枚乗った、36000。ドリブンズ、これで白鳥を巻くって2着になった。これは大きい。